こと<ズ>年6月、東京新宿駅近くの交差点で無免許のまま電動キックボードを運転してタクシーと衝突し乗客の40代男性に軽い怪我をさせたなどとして飲食店従業員の女性が無免許危険運転致傷などの疑いで書類送検されました。電動キックボードの運転手が 危険運転の疑いで立件されるのは全国で初めてとみられます警視庁によりますと女性は去年9月に電動キックボードを購入しましたが必要な免許を取得せずに運転を続けていたということです事故当時女性は赤信号を無視したとみられ調べに対し車が来ていないように見えたなどと供述しているということです